「汚れ」と「汚れ」は別のもの「はじめに」で述べた時代区分の謎について皆さんはどう考えられただろうか藤原京以前天皇が代替わりする度に都を移転しなければならなかったのはなぜか私は 当時の人々が天皇の死によって都が穢れてしまったと信じていたからだと考えている。穢れという言葉は日本最古の文献古事記にも登場する大和言葉である。漢字では乃木編に年齢を表す歳の旧字体を組み合わせたもので穢れと書くが、 中国にはない日本固有の言葉なので、漢字ではなくひらがなかカタカナで表記した方がいいだろう。広辞園の汚れの項には次のように記されている。汚れ、一、汚いこと、汚れ、不潔不浄うぶで汚れを知らぬ。 二、2. 神前に出たり、勤めにつくのをはばかる出来事。服も、三栄、月経など。うつほ年影いつよりか、おけがれは闇玉医師。三、名誉を傷つけられること。お点、お家のけがれ。 工事園、岩波書店館。工事園にこのように書かれているためか、汚れを汚れの古い言い方だと思っている人も多いのだが、汚れは汚れとは全く別のものである。では、両者はどう違うのか。国史大辞典の記述を見てみよう。 穢れ。一般に罪と共に罪へという。宗教的な観念で日常普通のものから区別して特別なものを神聖視することをタブーというが、その神聖といううちにもまた正常なものと不常なものとがある。その不常がすなわち汚れであり。 これに接触したりすることが職営である。穢れはまた罪とも同一視され、それも未開や古代の社会では全く物質的に考えたもので、何か悪霊の仕業による魔がまたは災いとし、これを隔離し排除する。しかも穢れは 次々と伝染するが、それに一時的なものと永久的なものとある。国史大辞典、吉川公文館館より一部抜粋。この記述のポイントは二つ。一つは、汚れとは宗教的な観念であるということ。もう一つは、罪や裁下。 悪霊の仕業と同一視され、触ると伝染するので隔離しなければならないと信じられていたということであるこの二つの点を踏まえると汚れと汚れの違いが見えてくるごく簡単に言うと汚れというのは客観的にその存在が証明できる不上のことであり汚れとは観念という 客観的に証明することができない不条のことである。